たのが万歳だと思います。あの基地局ですね、本当を二宮さん自体にはつながったんですが、それは実は財政はですね、前は良くなったぐらいですね、そういう実績がつまりですね、はい、この戦い本当に、ウグイス嬢とともに我々も一緒になって戦い抜いてまいりました。本当に稲目市長おめでとうございます。はい、それでは報道各社によります合同インタビューを行っていきたいと思います。QAB の方でよろしいんでしょうか。はい、そういうことでいくと思います。これから会見が始まります。会見をどうぞお聞きください。Yeah.